まあ、決勝戦で戦ったのは2014シーズン、ステージ先ほど言いましたけれどもね、ステージ12北海道、はい、ここで決勝戦で戦いましたが 3-1 で敗れてしまいました。その後は準々決勝、準決勝でも昨シーズンですね、準決勝で戦ってます、2018ステージ、6愛知ですね、オートメッセ名古屋で行われた、その準決勝では 3-2 で惜しくも鈴木みくるプロを倒すことができなかったという状況なんですが、でも、ね、木村選手もあの準決勝の時の3、ね、最後のレグぐらいのブルの精度があれば全然鈴木選手にも対抗できる力はあると思います。はい、そのあたりどうなるんでしょうか。 Thank you, ladies and gentlemen. 僕は木村真理子プロが取りました。ジャパンレディースファイナルマッチスタート。これはもういきなりチャンスですね、鈴木選手。しっかりハットトリック出したいところです。木村真理子プロ、ここはハットトリックで返していきたい。もう一本、決めてきました。これはやっぱ先行でハットトリックが出るっていうのが結構高校からしたらちょっときつい状況になってきますからね。鈴木みくるプロはこの前の試合、宮脇みくるとフルセットの末、見事勝ち上がってきたという感じではありますが、かなり厳しい試合をこの前のセミファイナルでは行っていたということです。さあ、ここでもう一回、おお、決めてきました。ここでフィニッシュ圏内132。これはもうハット出すしかない感じですね、鈴木選手。ここで決めてきました。先にフィニッシュを狙っていくのは木村真理子プロ、132フィニッシュなるか。ダブル16、決めてきました。まずは1レグ目しっかりと、いやもうこのぐらいブルが入ってれば全然こう鈴木選手に対抗できますよ。 41.75 でした、はい、会場からも大きな拍手が沸き起こりました。続いて今度は先行鈴木みくるプロです。クリケットをどうやって攻略するかっていうのもありますからね。ここで5マーク。さあ、枠を外さないように。2マーク。あー、でもとにかくやっぱ鈴木選手は枠外さないですよね。はい、横に外れることがあんまりないですよね。外れてシングルという状況ですよね。そうですね。2マークス。そのやっぱこう女子選手でやっぱクリケットを攻略するってなると、まず最初は枠を外さないところから皆さんね、ちょっと挑戦するみたいな感じにするといいと思うんですけどね。じゃあここで6マーク、点数をオーバーしてきました木村真理子プロ。60必須ですね。23本で点数は回るんで。珍しいですね。そうですね、チャンスですよ。
20しっかりクローズできれば。ボンドクローズですね。18いくか。枠に入ってればなんですよね、やっぱり、ね、残りの2本とかも。やはりその枠を捉え続けるのが難しいと。そうですね。ここでシックスマーク。さあ19からですね。ここでオーバー。何か3本使いました。オーバーするまで。そうですね。結構余裕があるというか、やっぱこう落ち着いてますね、鈴木選手のはね。18でクローズ。そう、ここがやっぱ枠が、ね、枠を外しちゃうと投げてないのと一緒になってしまうんですよね。2点差です。そろそろ19締めに行くんじゃないかな。ここでクローズ。こんな16から行くとは思いますけど。さっきから16はちょっと上に吹かし気味ですね。トリプル最後の1本絡むか。決めてきました。カバーしましたね。でもここはもう鈴木選手落ち着いて点数たくさん取って1本で16をクローズするのが理想ですね。トリプル、そして16クローズは1本で決められませんでした。そうですね。50点の差となっています。フォーマークで得点をオーバーする状況ですが、欲を言えば、うん、さあクローズできるか。おお、1本で決めてましたね。素晴らしい。14点リードされています、鈴木みくるプロ。鈴木選手が先行でこういう感じになるっていうのがちょっと珍しい感じがしますね。そうですね。そんなに調子も良くなさそうな感じですね。はい、木村真理子プロの集合。しっかり来ましたね。ブル一本入れておくと全然違うんですけどね。一本決まるか。決めました。目気にしてましたね。そうですね。なんかゴミが入ったんですかね。木村真理子プロはブルーツーマークでブレイクとなります。あとワンマーク。決めた。これで2対0。木村真理子プロリードしています。リーチです。リーチです。ここで3レグ目スタンダードクリケット、先行は木村真理子プロ。ここから鈴木選手は結構集中高めてくると思いますよ。3レグゲームオン。ここブレイクしないと後がなくなりました、鈴木みくるプロですが、ここからもちろん何度もひっくり返す試合はしております。そうですね。アンラッキーですね。だからこのアンラッキーさに鈴木選手がどこまでこう入れてくるかですね。フォーマー。
ットもありました、うん、クローズに行った方がいい、20クローズ行った方がいいですね。これは行きます。うーん、ここはしっかりとクローズしてきました。鈴木選手18からかな、17かな、17行きました。17ですね。さっき言った18と17がワンセットというやつなんですよ、ね、しっかりとクローズしてきました。本当は18っていう手もあるんですけど、やっぱり18と17さほど変わりがないって考えると、さっきやっぱ18ずっと鈴木選手打ってたんですけど、自分的にちょっとあんまり気持ちよくなかったんですよね。今ここ5マークでした、はい、ここはプッシュに行った方が良かったんですか、ね、そうですね。あ、1本でクローズしてプッシュ、もう1本行きたいな、うん、6マーク。木村選手はだいぶ点数の差が開きましたが、ですがこれ鈴木選手の17シングル1本でクローズされてしまうのを考えると、まだ木村選手の方が有利な感じがするんですよね、僕的には。こう個人的にはやっぱりさっきみたいにこう枠を外し始めると、せっかくのその優位さがなくなってくるっていう。最後の1本惜しくもブル外れましたが、しかしここで大きく大きくリードしました。まだ点差的にはそんなにないですよ、うん、マーク。マリコプロはもうひたすらブルーを狙っていくしかない、ね、2マーク。ブルー1マークでこのレグを取ります。鈴木みくるくるブレイクしました。さあこれで2対1です。そうですね、次は鈴木選手が先行なんで、木村選手ここしかなかったな。なんか勝つ、やっぱ勝つチャンスですよね、先行っていうのが。ジェンドリーチをかけて先行っていうのはもう相当勝つチャンスなんですよね。フォープレイ01ゲイモン。パッドトリックスタートになりました。もう外さなそうな感じしますね、まあ、投げ方が軽いですからね。もう合わせてきましたね。まあ、合わせてきましたね。木村選手も調子良さそうなんで。来るか。もうすごい気持ちよく投げてますね。なんか。あ、全然いいですね。ここでハットトリックでもし返すと、まあ、イーブンの状況になりますが、とはいえ先行有利は変わらない状況。さあ返してくるか。これはいいな。ブル合ってますね。返してきました。テイクバックしてから前に出す時の感じがすごく軽い感じがいいですよね。木村真理子、ここでフィニッシュ圏内狙っていきます。36、いやでも全然いいと思います。91は91は17トリプルからですね。14トリプルブルかもしれない。14トリプルトリプル20、うん、いやでもナイストライですよ。ここでワンチャンス鈴木、まあ、そうですね、木村選手でもさっき132を、ね、フィニッシュしてますからね。これブルブルで1本入るかもしれないですね。わかりません。
空気が凍りつきました今一瞬いやナイストライです惜しかったです。はい、ダブル20ダブル10集中してきました。ここはやっぱさすがですね。これで2対2最終レグです。かなり苦しい状況の中を戦っている、うん、そんな印象を受けます、うん、鈴木みくるプロですが、赤松さんから見てもやっぱそのようにお感じになりますか。そうですね、ただ苦しい中でもやっぱ要所要所は入っていますし、ここっていう勝負強さをやっぱちゃんと持ち合わせてるんで、ここでやっぱコークね取ってってなると、これは鈴木選手が先行取ると結構木村選手は厳しいんじゃないですかね。もう落ち着き払ってますからね。あーブルーには届きましたがアウターブルーです。ということで鈴木みくるプロが先行。先行ですね。チョイスはクリケットですかね。どうすかね。クリケットですね。スタンダードクリケット。はい。1レグ目はブレイクからスタートできたんですけどね。やっぱさすがにこの4レグ目を考えると01はちょっとチョイスはできないなと。最終レグとなります。ゲームもクリックバック仕切ったところから前に出す感じがもう全然最初の方と違うんですよ。硬さがないというかスムーズに出てるというか。フリーマー3マーク60ですね。ここで加点をしてきました。140点差、ね、これでトリプル2本でも点数は上回れるんですね。木村選手は1本、うん、5マークしっかり鈴木選手は1本でも早く、ね、19をクローズして20でやっぱり点数を取っておきたいところですよね。ここでクローズそして20ですね。18に行きました。行きますね。攻めます。マーク。これは2つ箇所持ってるんで。クロスから。16、15もいくか。まあ、状態ゆえんです。絶対上すごいですね。ここに来て。しっかりとダーツ合わせてきました。ブル3マークです。いやでも点差はそんなにないんで、もしねこう Winner! 鈴木みくる Winner! ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ4福島ジャパンレディース優勝鈴木みくるプロでした。おめでとうございます。それでは優勝されました鈴木みくるプロに一言いただきたいと思います。あ、おかえりなさい。そして優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ただいまの決勝戦いかがでしたでしょうか。いやもう今日ずっと危ない試合が結構多かったので疲れましたそんな中で、まあ、勝負を決めたのはやはり最終レグなのかな。あ、その前の4レグ目ですかね。どうでしょう、ご自身的にはどう思いますか。もう136点
木村選手が残ってて負けてもおかしくないなという場面だったので、もし回ってきたらしっかり決めようと、これ組めそこからしっかり頑張ろうととしか思ってなかったので、まあ、それが良かったのかなと思います。まあ、今日一日通してしんどい試合が多かったという話ですが、やはりジャパンレディースのね、こう選手のやっぱレベルもどんどん上がってきているということは感じられますか？もちろんそうですし、ロビンからこう上がってきてですね、最後までこう頑張って上がってくるのもなかなか難しいものだなと改めて思いました。その中で見事優勝でした。さて、会場で応援されている方、ライブ中継で応援されている方たくさんいらっしゃいます。その方に向けて最後一言お願いします。今年はですね、第3戦お休みしたんですけれども、まだ休むかと思うので、それまでにしっかり自分ができることをやってポイントを稼ぎたいなと思ってます。おめでとうございます。ジャパンレディース優勝、鈴木みくるプロでした。大きな拍手をお送りください。